昇を伸ばし、現在藤枝順心は3連覇中。今度こそ頂点に立ちたい。立花イレブンとその指揮官は打倒順心を胸に決勝戦へと臨みました。順心に勝てば全国の上位ということのレベルに達してるなっていうことで本当に勝ちたいです、ね、今年の常葉立花の特徴は攻撃的なサッカー。最後尾から素早く縦へと攻撃を展開し、相手ディフェンスの裏を突きます。以前より比べて得点ができるっていうことがやはり大きな特徴だと思うので、失点しても得点できるっていう気持ちがあれば、長く本当に最後まで戦える、お互いいい試合ができるんじゃないかなと思っています。常葉立花のキーマンはキャプテンの鈴木千尋選手。抜群のボールキープで決定的な場面を演出し、決勝トーナメント1回戦では1得点5アシストの大活躍を見せました。泥臭さだったり体張ったりしてチームのためになんかできることをしたいと思います。絶対順心に勝って東海に行きたいと思います。もう一人のキーマンは2年生エースの大内凛選手。スピードとスタミナを武器にゴールを量産するストライカー。キャプテンの鈴木選手には大きな信頼を寄せています。自分一学年と仲良くてすごいちょっかい出してきて、でプレーになるとやっぱキャプテンらしいなってところはあって、視野の広さとかキックの精度はやっぱ尊敬するところだなって思います。キーマンの2人が挙げた藤枝順心で最も注意すべき選手、それは高風化選手。2014年 U17 女子ワールドカップ優勝メンバー、この風花選手。天性の得点感覚を持つ藤枝順心の絶対的エース。新人大会ではこの選手に2得点を許し敗北を喫しました。負けているチームほど気持ちとか強いから、それ以上に自分たちも気持ち出して決勝戦に臨みたいと思います。こうして迎えた高校総体県大会の決勝。最初にチャンスを作ったのは常葉立花。キャプテン鈴木選手のコーナーキック、一度はクリアされるも再びゴール前へ。こぼれ球を押し込もうとしますが厚い壁に遮られます。続く11分、5番佐々木選手のスルーパスを8番東原選手がシュート性のクロス。2年生エースの大内選手にタイミングがありません。序盤は常葉立花が優位に立つ展開。しかしどうしても1点が奪えません。20分、ついに藤枝順心のエースが牙を抜きます。しなければならないこの選手に先制点を許してしまいます。まだ1点差、気持ちを切り替えて後半へ。体を張った懸命のディフェンスでチャンスの時を待つ立花イレブン。
したいと思います。本当に1点は本当に欲しかったですね、はい、今年は勝つつもりだったので本当に勝たせてあげれなかったんです。